さあ今回は駆動系について説明していきたいと思います。まずはセンタースプリングいきましょうか。センタースプリング、強化バネと柔バネなんて言われているものがあります。どれが強化でどれが柔バネなんでしょうか。ですね、こんな感じかな。こっちが純正で、こっちが社外ですね。これはデイトナで、これは新興メタルの試作です。じゃあ強化バネっていうのはどれなのか。デイトナの強化が強化なのか、一番強いのか、ちょっとやってみますか。まあ僕の握力ですけど、雰囲気で。もう最近テニス肘やっちゃってね、握力が弱ってるんですよ。今のデイトナの 3% かな。ててじゃあ僕のとこの矢はね、ふい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 と、はい、これは純正、ジャイロ純正同等。握力が落ちてくるで、これがクレア。ちょっと見にくいんですけどね、はい、でこれがリード90の純正。握力じゃ無理っす。すいません。そば飛んじゃいました。押してみましょう。もう縮め切るのはなかなか辛いです。まあ結論から言うと、リード90が一番硬いんですけど、例えばデイトナの 3%。どんなもんかって言うと、まあ硬いは硬いですけど、別にぴょんぴょんってね、いきますね。でエアバネなんていうのはもう、てかもう、片手でもいきますね。じゃあこれ面白いですよ。これかなり太いんですよ。純正に比べるとかなり太いですね。これ実は昔のトルクカムがの溝が斜めになってなかった頃のやつだと思うんですけど、ちょっとね、結構硬いです。まあ話戻して、強化バネ、ヤバネってなんだっていうと、リオからすればこれは強化ですが、リードからしてみると、これリード、ヤバネです。まあもちろん 250cc のバネとかにしてどんどんなっていくとそうなんですけど、何に対してっていうことなんですね。それは車種に対してなんですが、じゃあもっと細かく言うと、本当はこのセンタースプリングは何に対してバランスを取ってるのかっていうと、プーリーに対して取ってるんですね。じゃあ硬いバネはどういうものなのかというと、変速しにくい。変速しないからエンジンの回転が上がりやすい。この柔らかいのはエンジンの回転が、これ変速しやすい。なんでエンジンの回転が上がらない、上がりにくい。でプーリーは、まあ、例えばこれは変速しやすいプーリーです。リード90なんか特にさらに変速しやすいプーリーです。で、これ、まあうちの新しいプーリーなんですが、変速しづらい特性をさらに、加えてます。変速しづらいプーリーです。それに変速しやすいセンタースプリング。
変速しやすいプーリーに変速しにくいセンタースプリング、これでバランスを取るんですね。仮にこういう風になったとしたら、変速しやすいプーリーに変速しやすい、センタースプリングだったら、オートマー、まあ、マニュアルとかでいうとこうシフトチェンジどんどんしてっちゃう、パー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 みたいな、もう全然パーパーパー全然吹けませんっていうような特性になっちゃって、もう燃費走行ツーリング走行だったらいいけど全然パワーバンド入ってくれません。じゃあ変速しづらいプーリーに変速しづらいセンタースプリングを入れたら、もう高速道路で5速の車なのに3速のままずっと走ってるみたいな、いやシフトアップしてくれよって隣に乗ってたら言いたくなるような感じで、全然変速しなくてエンジンがうなるだけ、速度も出ない。まあこっちはもう使い物なんですよね。こっちは燃費走行でいいんだよ、別に俺は変えてあげなくたってゆっくり走れりゃそれでいいんだよって言うんだったらこれはありですけど、こっちはもうどうしようもないですよね、使い物にならない。でも案外こっちのセッティングにしてしまう人も多いです。でもこの逆もあるし、さらにトルクカムの溝もあるしと、もうバランスを取るのが非常に難しいんですが、まあこれに関してはうちこのディオで、ホンダ系でヤーバネ出してるのはうちだけですから、まあうちとしてのその説明になるのかもしれませんが、ヤーバネを使ったらすごく良かったっていう人と、全然ダメだよっていう人が現れるんですね。正直言ってこれは当たり前なんですね。今説明した通り、組み合わせが変速しやすい柔らかいバネだから変速しにくいプーリー、例えばそうですね、マロッシプーリーとか、ね、この転がる坂道、ここが割とこうまっすぐなのと、こういう風に包み込むようになってるやつ、これが変速しづらいプーリーなんですね。後半がどん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 立っていく、これ全体がこうまっすぐのままこうなっててもこうなってもあんま意味ないですよね。こういう風になってる深い谷があるみたいな、ぐーっとなってる形が高回転エンジン専用なんですね。そういうプーリーなら柔らかいセンタースプリングが使えるんですが、安いプーリーはだいたい変速しやすいこっちの、これがこうなってないこうなってるところが形のプーリーが非常に多いんですね。でその安いプーリー、まあ、安いって言ったら申し訳ないんですが、そういうのを選んでると柔らかいセンタースプリングが合わないんですね。でそれがダメって言ってるんじゃなくて、合わないんだからこっちみたいなの使ってるんだったら、変速しやすいの使ってるんだったら強化センタースプリングを使ってください。そういうバランスがもう元々そういうものなんで、はい、ということで、ヤワバネを使う場合は変速しづらいプーリーを選ぶべし。どこのが変速しづらいかってね、あんまり最近見てないんですけど、昔の記憶だとなんか北子とか、まあマロシとかなのかなっていう。ただマロシの場合カタログにその、ストリートで1万回転までとかレースで1万5000回転までみたいなのもあったような気がするんで、1万5000回転のやつを選んでおけば間違いなくヤーバネと相性がいいというなりますね。でもちろんうちの新しいステージ7、これとヤーバネ相性がいいんで、興味のある方は、ぜひハマピットもしくはジャイロベースいちご屋でネット販売してますのでお問い合わせください。ということで番宣になりましたが以上になります。さて今回は新興メタルの新しいプーリーの紹介説明をしていきたいと思います。新興メタルプーリー、はい、
ステージ7、ダブル R プラス R、何のこっちゃと、ここにも書いてありますけど、ジャイロ、ディオ、ズーマーと、多少加工が必要かもしれませんが、大型ハイスピードプーリー全部使えます。さてでは、ダブル R、これの説明からいきましょう。これはうちのステージ4をテスト中に、こんな感じでやったんだけど、ちょっとセッティングが難しくなるからまだ早いんじゃないってことでボツになった企画、ダブル R。 その R は何かというと、このローラーウェブの R です。ポッチあり、ポッチあり、ポッチあり、ポッチがない。これは3個3個で全然違う特性になってるんですね。全然違うプーリーと、まあそう言っても過言ではないのかなと。だから例えば3つ、こういうふうに、例えばこれだとスポーツマフラー向けのプーリーですよ。こっちのない方に入れるとチャンバー向きですよ。まあそんな感じなんですよね。なので2つの特性を持ち合わせたプーリー、ダブル R、 2つの R でダブル R です。じゃあ、もう一つのプラス R、 これはね、もう手作りだとなかなか難しかった部分を、R にしました。そこはこのフェイス面です。手作りだとここを3段階フェイスとかでは作ってましたけれども、本来3段階にしたいんじゃなくて R にしたかったんですけど、手作りだとなかなか難しいと。R っていうのは分かるかな、分かんないか。これがR なんです。ここが R だと何がいいのかっていうと、いろいろいいんです。まあちょっと話長くなるんで、とりあえず今回はまあ別にいいかなと。ここは、そうですね、低速と高速で特性を変えてると。まあそんな感じ、発信しやすいし高速では伸びていくと、まあそんなところですね。難しい、ややこしいのがポッチありポッチなしのセッティングで、3個3個でやるならポッチありなしで、違う特性だから僕はこっちの方が好きだなっていうので決めてもらえばいいんですが、これをですね、ウェイトの違うウェイトローラーを入れると、例えば同じ重量を全部、例えば 10g3 個で 30g ですよ、じゃあ 5g6 個で 30g ですよ、まあ入れたとしてね、そうするとこっちのあるなしの特性の間の特性がで走れるんです。そうすると1つの特性、2つの特性、3個目の特性、ちょうどいいところが見つかるんですね。じゃあ重量を、5g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 30g、 じゃあ、3g7g で、 3g7g3g7g3g7g の 30g。 そうすると例えばこっちのある方に 7g にすると、こっちのある方にちょっと近い特性にずれた、また真ん中、ポッチなし、ポッチあり、真ん中の特性からポッチありの方にの特性にずれる。
これ、ウェイトローラーの数で普通に売ってるやつで単純計算すると400通りぐらいあるのではないかというので、呆れ返るほどセッティングできるんですが、その中でここの特性がもう最高だっていうのを見つけたい人にはうってつけ、こっちとこっちの転がるローラーウェーブの R が違うんです。それによっていろんな特性、もう本当に400通りの、まあ400通りって言ったら大げさですけど、まあそれでも100通りぐらいも簡単にできちゃうっていう、そういうものになってます。ですので、こっちとこっちの差は、結構つけたつもりです。あんまり差がないんじゃね、狭い中でたくさんできますなんて言ったって意味ないから、セッティングの幅を大きく取ったつもりです。あとはランププレートを DLC コーティングしていただければ発売できると思いますので、この特性、こういったプーリーは今のとこないんじゃないかな。セッティングにはまりたい人には、うってつけかなと思うプーリーですので、興味がありましたら、タマピットとジャイロベース越後屋と、ネット販売をしておりますので、ぜひぜひ、お問い合わせください。さあ、今回はトルクカム編行ってみたいと思います。トルクカムってそもそも何なのっていう、そもそもって言われると僕も分かりません。ただこの動きっていうのを見ていただきたいなと思って、こういう動きですね。回すと開いたり閉じたりするというプーリー、前と後ろにプーリーがある後ろ側のプーリーですね。閉じたり開いたり回すと、これはもう僕のイメージと瓶の蓋ですね。まあ緩めると閉まっていっちゃう逆ネジみたいな感じですけど、この特性ってベルトが入ってるとエンジン回そうとすると挟む方向にトルクがかかるんで、ベルトが閉まっていくというとても便利な特性になっています。なので、本来この斜めに動く溝であれば、センタースプリングの硬さはあまりですよ、全くじゃないですけど、あまり影響せず、ベルトを挟めるようになっているので滑んないんですね。そういうふうに挟み込む特性がそもそもあるということを知っていただきたい。そうすると、センタースプリングの硬さでバネを抑え、ごめんなさい、ベルトを抑えているわけではないということですね。だからハイパワーだからやわバネが使えないというわけではないという、そういうことを知っていただければと思って、この動き、瓶の蓋みたいに閉まるという動画を撮ってみました。ただ僕自身経験があるんですけど、ジョグ90なんかでボアアップしたらスタートでベルトが滑ったんですね。でそれで強化バネ入れたら滑りが収まったんで、やっぱり滑るんだって思ったことがあったんです。もう10年以上前のことかな。でもその時はそう思ったんですけど、後にジャイロでドラッグレースをやった時に、ノスまで積んでものすごいハイパワーの車両の時も、ヤワバネでベルト滑りませんでした。なんでかなって思ったんですけど、まあジョグはっていうわけじゃないっていうか、ジョグはなんですが、そのベルトが細いんですよね、ジャイロに比べて。だから挟みきれなかったのかなって。この動きの中でちゃんと動きが締まる、締まりきったのかな
ベルトの太さはちゃんと締まるだけの太さがあったかな。例えばこれなんかだと一番下まで この奥が締まりきりませんから、この細いベルトではもう締まんない、締めることができない、ゆるゆるなんですよね。ここにどんなに硬いバネを入れてもこんだけ緩かったら滑りますよね。だから挟みきれない、もうちょっと例えば1ミリ挟めるスペースがあればグッて締まって挟まったものを挟みきれなかったからほんのちょっとしか締められない中で滑らないようにするためにセンタースプリングを硬くするっていう、そういうことで対策したのかなと。まあ滑らなくなったからそれでもいいんですが、今となってはセンタースプリングが硬いとパワーをロスする、加速が悪くなるっていうのが分かってますから、燃費も悪くなりますしね。つまりエンジンパワーを使って縮めてるっていう、なんで柔らかい方が加速も燃費もいいと。そうなるとしっかりと閉じてるだろうか、ちゃんとゴムをこう当たってるだけじゃなくてゴムをグッと縮めるぐらい挟み込めるほどのこの締まりに余裕があるかどうか、そういったところをチェックしていただければいいかなとは思います。その辺がしっかりしていれば柔らかいバネはとても有効ですので、ただ前回の動画で言いましたが、変速しづらいプーリーと変速しやすいプーリーがあって、変速しやすい柔らかいバネには変速しづらいプーリーをバランスさせなければ、変速ではダメですよね。なんでこういう変速しづらいプーリーを選んでいただく必要はあります。まあ、前回でも言った通りなんですけども、まあ、この瓶の蓋のように閉まっていきますよ。だからセンタースプリングはセッティングの味付けに使うものであって、スタートの滑りは本来はしっかりと動けば、滑らないはずですよと。もちろんそりゃ全部じゃないですよ。柔らかすぎるセンタースプリングはダメだしね、ここの動きが悪ければやっぱり硬い方がいいっていうんであれば硬いのを選べばいいのであって、全部が全部じゃありませんが、そういう傾向にありますということを今回お伝えできればと思って動画を撮ってみました。ではこの辺で、終わりにしたいと思います。さあクラッチ編行ってみたいと思います。これが純正同等クラッチ、これが北子の軽量、これがステージ6、まあ高級と言われてますけどね。はい、まず軽量クラッチって何が軽量なのか、このシュー一つの重量ですね。見るからにこっちの方が重たそうです、こっちの方が軽そうです。軽量です、軽量クラッチです。ここが軽いということですね。じゃあ強化クラッチって何かというと、このスプリングが硬い、強化スプリングが入っているから強化、これちょうど柔らかいのを組み合わせてあって、太さが違うと思うんですけどこっちの方が硬いんですね。はい、軽量強化クラッチ、それを軽量強化クラッチと言います。じゃあどのようになるのか、ではまず軽量から説明します。このようにバネがついてない状態で全てのバネを取った状態で組み付けてみると、エンジンをかけて瞬間からもうバイクは走り始めてしまいます。でもとりあえずそういうもんだと思ってエンジンかけた瞬間からアクセルをブーンと開けた時、その時の半クラッチの量が違います。すぐにそのバイクターシャなんかでウォンウォンってやってウォンとクラッチをつなげるのが早すぎて回転が落っこち気味なのがこの重たいものです。なんせ重たいもの、遠心力できっちり重たいもので押し付けるから、このシューが
ここにプラアウターに思い切り押し付けられて、駆動の力が一気にかかるから回転が落ちる。半クラが少ない。逆に言えばしっかりとミートするとも言えますね。じゃあこの軽量はっていうと、軽いんでシューをアウターに押し付ける力、重量が足りないから、単車でボンボンボンって言うとボンボンボーっと行く感じになります。当然パワーバンドに入れたい場合はイメージとしてはこっちの軽量の方が半クラが多いので、パワーバンドに入って一気に加速するイメージですが、しっかりとクラッチミートしないとも言えるんですね。はい。じゃあ反対に、反対じゃないか、このバネの話。バネは、半クラッチ、半クラッチでバイクこうほんのちょっとクラッチを離していくと進みはしないけど、あの駆動がタイヤにかかっていくところ、ほんのちょっとだけの回転数、その回転数の高さを決めている、そんなイメージですね。だから例えば半クラを多めで発進するから、スタートシグナルスタートで一気に加速しようとしてるんだけど、割と低い回転からちょっと駆動をつないで半クラ多めでおーって行くのか、高いところで一気にドーンとつなぐとワン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 って行くのかっていう違い、こんなイメージを僕は持ってます。当然硬いバネ、どこにあったかな、なんかウチウチ硬いとか、なんかもうどっか行っちゃったけど、硬いバネを入れると重くても押さえつけてくれてるからミートしないんですよ、クラッチが。そうすると回転がぐわーって上がってから重たいウエイトがドーンって当たるんで、そっちの方がスタートがワーンっていきましたね。フロントも上がり気味だし、クラッチがしっかりとつながるんでドーンっていきましたけど、まあ、あの街乗りではやりたくないですよ。もういつもワン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 だから、もうドーンドーンしか出ないんで、すごい乗りにくかったです。もうレース専用ですね。じゃあ軽量に硬いバネを入れると当然高回転でミートするんですけど、ミートした後もウエイトが押し付けが足りないんで、ちょっとなんかこう滑ってるみたいな、パワーがタイヤに伝わりきってないなみたいな感じでスタートしていくんですよね。それは、好みって言ったら好みなんですけど、じゃあストリートにおいてどのようにセッティングしたらいいかっていうと、イメージですよ、このウエイト、重たさ、軽量とかいうのは半クラッチの量を決めると思ってください。僕の車両はスタートがかったるくって、車両も重たいしな、もうちょっと半クラで回転上げたいななんて思ったら、この、軽量を使えば、まあで柔らかいバネを選択すれば、割と早めにクラッチはミートしてくれるから、スルスルは、渋滞とかでもスルスルスルっとちょっとアクセルブンブンってやれば進むは進むんだけど、そこからアクセル開けると滑りながらうわーんと回転が上がってくれます。そういう風なあの選び方ですね。とにかく高回転でドーンって出るっていうのではなくて、半クラッチの量で調整すればいいかな、あ、調整すればっていうか調整するために重量を選べばいいかなと思います。その辺がうまくできているのがステージ6で、これもうごめんなさい全部外れてますが、ここのシューのところに真鍮のネジが入るようになってて、ウエイト決められるんですよね。はい、で今これ全部外れてるんですけど、レースの時これ使ってた時結局全部ウエイト入れました。やっぱパワーがあってトルクを伝えたいんで、あの軽いと滑っちゃってあのタイム出ないんですよね。なんで結局重たいのが良かったです。
じゃあ、こういう重いのでいいじゃんって話になるんですが、これクラッチスプリング入れるときにネジを緩めるだけでポロリしてくれるんで、こんなんだって一生懸命こじる必要もなかったんで、そういう意味ではちょこちょこ変えるときはこいつは重宝しました。でもそれ以外は、何の意味があるのかなって思うぐらい僕はストリートでの、フィーリングは別に悪くもないけど、これにこの純正同等品で十分だなみたいな。それどころか最近は純正同等品のこの補修用クラッチに安い、これ品番はこれですかね、ちょっと多分そうだと思うんですけど、柔めのバネを組み合わせて、まったりといってもちゃんとアクセル開ければ回転も上がるし、最近はこれ使っちゃってるんで、クラッチなんかもう何にも、これもね、何年前使ったのか、強化クラッチなんて全くいらないんですけど、ただ、繰り返しになりますが、軽量っていう、軽量強化クラッチの軽量はこのシューの1個ずつの重さが違います。重い方が遠心力で押し付ける、このシューをアウターに押し付ける力が強くてしっかりトルクを伝えますよ。こっちは軽い分滑りが多いんで、ハンクラッチが多いですよ。そんなイメージに思っていただければいいと思います。そしてそもそもほんのちょっとずつこのシューがアウターに当たっていくわけですが、その当たる回転数を決めるのがこのウィナースプリングです。なんでウィナースプリングって言うんだってあんまり知らなかったけど、確か硬いセンタースプリング、硬いこのクラッチのスプリングを使って、勝ったからウィナースプリングって聞きました。はい、ということで僕は補修用クラッチで十分だと思っております。それはなぜかというと、クラッチは実は単体で動いているのではなく、このプーリーと合わさって当然動いているんですね。で、しっかりとベルトが一足まで落ち込んで一足発進できれば、スタートもしやすいですから、クラッチに頼る必要がなくなってくるんですね。変なプーリーだとこんな三速発進みたいになって、それはもう発進がかったるいっていう車両もあります。つまりクラッチのセッティングっていうのは、しっかりと一速に落ちるかどうかもの方がとても重要です。そしてこれが意外と知らないっていうか、考えてないって言ったら失礼か、わかりづらいことなんですが、変速比がありまして、プーリー一速まで落ちるとですね、変速比が違いますから、三速発進してた車両でこのクラッチがついてて、例えばスタートが2000回転でつながったと、スルスルと動き出したとします。その車両に一速まで落ちるように何らかの、ロングボス入れたり何らかの何かをやったら、2000回転でスタートしてたクラッチなのに、3000回転とかじゃないとスタートしなくなるんですね。変速比が変わりますから。なんでっていうのは、ちょっと考えればわかるんですけど、今回はその説明はやめといて、とにかく一速発進するとクラッチ発進するプーリーにすると、クラッチミートは高くなってしまうんです。そうすると、そういうプーリー使うと、ノーマルクラッチなのに、ちょっとした軽量強化クラッチ入れてるみたいなフィーリングになっちゃうんですね。だから、それにこういう本当の軽量強化クラッチなんか入れたら、もう乗ってらんないよっていう車両になってしまうんですね。結局、プーリー次第というところもあります。ただ、軽量っていうのはこの重量で、シューを押し付ける強さが変わりますから、ハンクラッチが少ない、重い方が少ない、軽い方がハンクラッチが多い、
つながってしまえばもうバネなんかついててもついてなくても一緒なんですけど、完全につながるまでのハンクラの特性、これが変わりますよっていうことを知っていただければいいかなと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。